美と健康の家、辰巳ハウジング佐藤辰巳です。今日はですね、お客様のお家へお邪魔しております。お客様の森田様です。よろしくお願いします。お願いします。森田様は、今年のですね、2023年の5月にお引き渡しをしたお家になります。特徴としましては、弊社の、特許技術の無垢乾燥剤ですね、そちらの木をふんだんに使ったあの自然素材の素晴らしいお家になってますので、住み心地とか聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。早速ですけど、はい、こうお引き渡し終わって、はい、住んでから、はい、感想はどうですかね。本当に一番いいなと思ったのは、はい、やっぱり僕、基本冬でも夏でもなんですけど、はい、裸足でいるので、はいはい、あの床がすごい肌触りが良くて、うん、そうですよね、はい、で全然ベタつかないので、うん、はいはい、すごい気持ちいいところが一番、はいはいはい、いいなと思ってます。そうですね、特に森田さんもあれですね、はい、あの床は霧を選んでくださって、はいはい、そうです、ね、はい、うん、やっぱ霧はあの一番あのなんていうか湿気とか、はい、そういったものもあの吸放出しやすい、うん、でまあ足触りもすごくソフトで、はい、うん、一番こうさ足が触って気持ちいいみたいな。そうですね、湿度も実際の床の方には全然感じない状態。そうですよね、はい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 、なんかご実家とかだとやっぱりちょっとペタペタ感、フローリングなのでベタベタペタペタペタっていう感じではあります。はい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 、そこがやっぱり無垢だと全然違うなみたいな。うん、そうですよね。他にはどうですか。他には、うんうん、あの入っていいなってやっぱり思ったのは、お風呂を広くしてたので、あ、はい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 、あのお風呂場で、うん、あの子供が遊びながら僕らも、うん、あの体洗えたりするのと、うんうんうん、あと、はい、子供がお風呂大好きなので、はい、あの本当に広いお風呂でチャプチャプチャプやってて楽しそうだなっていうのが、はい、この時期だとね、ちょっと、ね、あの冷たくしても、そうですね、で今母親とかが来た時、遊ばせてる時にあの、もうそこであの水だけ出してあげて、はいはいはい、やってることがあって。あ、なるほど、そうですね、あの外が暑すぎる時は中でやってるようなことが多いです、はい、そうするとあの、うん、楽しいし、あの疲れるし、一番いい状態になります、はい、今年めちゃくちゃ暑いんですけど。めちゃくちゃ暑いんですよ。どうですかね、ちょっとお家の中は。お家の中はすごい涼しいですね、はい、ま、でもクーラーなしだとやっぱりさすがに無理なんですけども、そうですね、うん、クーラーありだと本当にすぐに冷えるので、はい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 、それ多分5分10分ぐらいつけてると、もう本当に普通にもう入った状態になるので、はいはいはい、すごい楽だなと思って。そうですね、アパートの時はどうでした。アパートの時大体ずっと暑かったです。あ、暑いというか寒い方が強かったんですけど、あ、暑い寒いだったので、はいはいはい、クーラーつけてても寒い、はいはいはい、暑い状態だったので、もう本当に入れてあの10分5分10分すると涼しくなるので、すごいいいなっていうのは感じます ね、 そうですね、やっぱその断熱性の、ね、やっぱ遮熱性の、ね、そうですね、こだわったうちになって、はい、そこもねすごい気に入ってくださったポイントで、そうですね、うん、実際お家を検討するに40社、はい、50社回られたと、はい、いうことで、はいはい、辰巳ハウジングに決めてくださったポイントっていうのは、もう本当に、はい、ポイント一つっていうよりも、はい、正直言うと全部良かったっていうのが一番、あ、はい、僕担当者が一番こだわって、うん、はいはい、あの決めてたんですけども、担当者もいい、はい、で断熱性とか気密性の家の性能もこういう風にしたいっていうところまで届いてくれている、はいはいはい、であとなんかできないことはできないだったり、うん、できることはこれはどうですっていう提案も、はいはい、あの素晴らしかったので、はい、正直あのもう一つこれっていうのがないんですよ、うん、正直ありがとうございます、はい、で本当にいい家が建ったなっていうので、はい、ありがとうございます。いえいえ、こちらこそ、はい、やっぱバランスがやっぱ一番ですよね。はい、うん、40社30社ってそんな普通の方ともあるんですか。普通の人大体僕調べたインスタとかでいろいろ見てたんですけど、うん、一番多いのは2社から5社って言ってました。倍じゃない、倍どころ10倍ぐらいの方が回ってます。ゼロが1個ですね。多い人でなんかあのよく、なんだろうな、その何社回りましたかみたいなアンケートみたいなので、1社2から5社、5から9社10社以上だったんで、当てはまるのがないなと思ったんですよ。10社以上どころじゃないぞと。そうそう、それどころじゃないと。で僕聞いた中で一番多かったのが20何社って人いましたけど、はい、僕30社って聞いたの、40社聞いたの僕いなかったです、正直。それは最初からそれくらい回ろうって思ってたのか、結果そうなっちゃった。結果そうなっちゃった感じです。結構あれですよね、やっぱ知らないことが嫌だっていうか、う、ね、はい、知りたいっていうか、もともと家作りって
基本普通の人ってしないじゃないですか、2回も3回も、うん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 、なのであの何もわからない状態、建て売りがいいのかその注文住宅が何が違うかすらもわからない状態でスタートして、でいろいろ聞いたらこれがいいあれがいいって増えてきて、そうするとちょっとここは無理だよね、ここも無理だよねっていうのが出てくると、じゃあもうこのまま全部回ろうというのがあの始まりですね。はい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 、結構大変じゃなかったですか。いやでも逆に僕、うん、あの家見るのすごい楽しかったので、はい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 、正直言うとほぼほぼ趣味になりかけてるから、ね、なんなら今でも僕完成見学会予約したりしてるの。あ本当ですか。はい、あのダメですって言われるところもありますけど、はい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 、家建ってる建ってますっていう前提で僕ちゃんと公表して、そうですね、言ってやってはいます、ね。はい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 。だからあのもうほぼ趣味に近い状態にはなってましたね。はいはいはい。そもそもこうお家を検討し始めたきっかけっていうのは、はもう本当に子供が生まれて、うん、であのアパートだとちょっと手狭になったっていうのが一つと、うん、もう一つはあの多分今後荷物増えていくっていうのもありますけど、うん、あの音を気にするなっていうのがやっぱりあったので、うん、あのやっぱり下の人とかあのいいよとはみんな言ってくれてたんですけども、うん、やっぱりあのドタバタしちゃうとかそういったのを今後あの相当なんだろうな、子供がもう走り回っても大丈夫だよっていう状態にしてあげたかったっていうのが一つです、うん、やっぱ戸建てじゃないとそうですねできないこと、はい、うん、っていうところですね。なんでマンションっていうのはもうそもそも頭にはなくて、はい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 、もう基本的には一軒家で探してる状態ですね。ね、土地からだったんですけど、そうですね、土地も結構探しました。土地は逆にあんまり探してなくて、はい、あそうなんですか、はい、あのまず家を決めてから、あの家というかハウスメーカーさんだったりコンテを決めてからちょっと一緒に探してもらおうかなと思ってたんですよ。あ、はいはいはい、であのランディっていうやつでいろいろ見てはいたんですけど、でもであの何個かは見にも行ってたんですね、あので、夜とかも見たんですけど、はい、結構値段を落とすと、うん、あのもう本当に山の上だったりとかになっちゃうので、うん、そうするともう逆に子供たちが大きくなってここを戻ってくるのかってなると嫌だなっていうのがあって、うん、できればあの平地がいいなっていうので探してたんですけど、ただいいところはまあ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 っていう状態になっちゃうので、なのでもう本当に決まってから探そうかなっていうふうな考えはしてました実際。ここを選んでくださったっていうのは、はもう本当にここを見て、うん、あの建築条件付きだったの で、 そうです、ね、最初辰巳さんのことを知らなくて、はいはいはい、であのもともと条件外すように交渉しましょうかって言ってはくれてたんですけども、いや先にちょっと一回あの工務店さんにも聞きたいっていうのもあったので、はいはいはい、あの一回行ってみますっていうので、はいはいはい、行って、まあ、運命の出会いだったっていう状態です、ね、はい、本当ですね、まだこんなにお家建ってなかったですもんね、はい、そうですね最初の頃は全然建ってなくて、もう建ちそうな家はいっぱいあったので、そうですよね、はい、うん、でも本当に場所も最高だなと思って、すごい良かったなとは。そうですね、はい、ちょうど森田さんのこう、ね、工事があの進んでいくと同時にこっちも舗装されて、はい、うん、砂利道だったですもんね最初は。そうですね、最初もう、あの向かい側が全部砂利だったので、うん、であの家建って、で先月ぐらい、ん、1週間ぐらい前に聞いたらもう本当に全部売れたっていうぐらいだったので、あ、やっぱりこの辺人気あるんだなと思って本当ですね、で辰巳社長がこう変わった時、何もなかったと思うんですよ。そう、何もなかった。先見の明が素晴らしい。いやいやいや、レベル本当にね、本当にたまたまですけど、はい、でもだってここ、うん、なんならここめちゃここの2軒だったと思うんですけど、はい、めちゃくちゃいい場所だと思いますもん。そうですね、奥よりも確実にここになる、うん、そうですね、この住宅街の中 で、 で、ね、まあ、一番いい場所っていうか、はい、うん、たまたま、うん、ご縁があってここで買わさせていただいて、うん、そうだったんですよ、はい、質問です。はい、アパート、前はアパート、はい、アパートの時と今のお家、はい、暮らしがだいぶ変わったかなと思うと、あ、はい、どんなことが変わりました？一番変わったのはその、うん、さっき子供の話をしたんですけども、うん、子供があのもともとベビーサークルに入れてたんですね。なんですけどもう全部動き回れるようにしてあげたので、うん、すごい楽しそうに走り回ってるんですよ、うん、それが一番変わったかなっていう部分、そうです、ね、大きいなと思います、うん、今日もね取材の時楽しくね、そうですね、ぐる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 ね、やっぱり今物を全部出しちゃうのでそれがちょっとあれですけどもうそれはしょうがないしょうがないですね、うん、これは今別にアパートだろうが一軒家だろうが全部一緒なので、子供が楽しそうだなっていうのが一番良、うん、かったなとは思います、うん、はい、森田さん、はい、ご本人がこれからこんなことやろうかなみたいな、
もうちょっと子供が大きくなってきたら、まあ、ここでバーベキューもそうですし、うん、周りの人とかもそうですし、なんかいろんな人呼びたいなっていうのはありますね。で、なんでもう中も本当にもう、壊さなくなってからはちゃんと飾り付けして、もう見せる家にしたいなっていうのはありますね。だけど生活感は消したくないような状態で、なんで人が集まりやすい家にはしたいなと思ってます。基準やってから完成して、はい、まあ、今日まで何点ですか、点数つけてください。点数ですか点数93点ですね。93点、高得点ありがとうございます。僕100は絶対つけないですそんな100をつけない森田さんが93点もくれました。93ですね、ございます。本当にいろいろとお世話になりっぱなし。いえ、とんでもないです。うん、7点は皆さんに想像してもらってはい、まあ、なかなかね、100点っていうのは難しいので、100点つけたい部分はもちろんあるんですけども、やっぱり家建ってからもそうなんですけど、うん、公開ポイントとかは絶対に出てくると思うんですよ、うんうんうん、で責任転嫁をしてしまえば、これをちゃんと言ってくれればもうちょっと変えれたかもしれないじゃないかとかも思ったんですけどでも自分が建てた家だしなってそう、なので100点ってやっぱりないなと思うんですけども、うん、実際思ってた以上にいい家も建てましたし、うん、本当にやりやすかったっていうのが一番、うん、いいなっていうところ、うん、で今後も本当に長く続くので、そうですね、はい、うん、ハウスメーカーさんだとそのもうあとはじゃあお任せしますよっていうところがないので、うん、やっぱり結局僕家建ってからも LINE で社長に連絡したりしてるんですけども、それもなんかそのちゃんと返してくれる、嫌がらずに、うんうん、すごいありがたいなっていうのは感じてます。アフターフォローも含めて僕93点かなっていうような点数つけさせていただいています。ございます。あとそうですね、今後おうち作りをされる方に何かアドバイスとかございますか。やっぱり、一番はその妥協はしないでもらいたいなとは思ってます、うんうんうん、結局お金の面で無理だよとか、うん、こういうのが無理だよ、これは諦めなきゃいけないというポイントは絶対あると思うんですけども、うん、自分がこれをやりたいっていうのだけは絶対にベースとして残してもらって、うん、それがあれば別に注文だろうが建て売りだろうが、うんうんうん、絶対にいい家にはなると思うんですよ、うん、例えば子供をこういうふうに育てたいから、うん、学校の近くにしてあげたいとか、うんうんうん、そういったのの一本の芯は残しておいてもらいたいなっていうのは思ってます。そうすると自分がこうしたいっていうのができるので、うんで、うん、いい家作りにはなるんじゃないかなと思います。ね、やっぱ全てそれこそ100点満点じゃないですけど、兼ねようと思うと、やっぱり予算も限られてるの で、ね、はい、やっぱそういったところを、まあ、一緒にいろいろお話をしながら、そうです、ね、うん、これが最善なのかどうなのかっていうのも検討しながら、そうですね、うん、共に、作り上げるのが、ね、注文住宅の一つなん で、 そうです、ね、はい、でもしあれなら、はい、皆さんの予算が許すなら確実に注文で作った方が楽しいし、うん、満足度は高いだろうなっていうのは感じます。はい、 はい、 はい、はいはい、ということで今回はオーナー様の森田様の方の、お家にお宅訪問していろいろお話を伺いました。どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、辰巳ハウジングの方では公式 LINE がリニューアルしました。概要欄の方にリンクを貼っておきますので、ぜひご登録をよろしくお願いします。登録していただくと4大特典として、間取り集とですね、施工事例集、家づくりの教科書、コンセプトブックですね、こちらの方が電子カタログとしてすぐその場でもらえますので、ぜひぜひご登録お願いします。